今月の収益ということですね、今月のファンズさんのですね、2020年9月のですね、収益結果をですね、ご報告していきたいと思います。で、今回はですね、11本、売れましてですね、こう、466円でございました。で、まあ、どんな作品が売れたかと言いますとですね、CG 集、アニメーション、そして音声作品を売りましてですね、こう、まあ、いろいろこう、幅広くこう、出しておりましてですね、そしたらこう、売れたっていう形になりますね。で、まあ、その、どれかだけとかですね、まあそういうサークルさんももちろんあると思いますよ。例えば音声作品に特化したですね、サークルさんだと思いますよ。それはもう何十本ってですね、こうバーッと音声作品ばっかり出してらっしゃるわけですね。そうするとですね、こう音声作品を好きな、ユーザーさんっていうのはですね、こう、またそのサークルさんをお気に登録してですね、こう新しい作品で また買いたいとかですね。新しい作品が出たら買おうとかですね、こう、もうその作風とかですね、世界観がもう気に入ってですね、ちょくちょく買ってくれっていうことがあると思います。で、こう、作品、何かのジャンルとかですね、こう、特化してこう、作っていくって、まあ、それもですね、こう、一つの手だと思います。例えば、漫画だけとかですね、こう、出されてらっしゃる方もいらっしゃいますね。30ページのですね、こうカラーの、漫画だけをこう出されているみたいな、こう作家さんもいらっしゃいますね。そしてこう世界観がですね、こう出来上がっていくとですね、その方の作風とかですね、こう描き方が好きでですね、新しい作品が出るとこう買ってくれるみたいな、こうファンがですね、こうつきやすい部分もあると思います。なので、まあ、まあどちらがこういいかっていうのはこう一概には言えない部分はあると思いますね。音声作品だけに特化したりとか、漫画だけに特化したりとか、こういろいろな、作家さんがいらっしゃっていいと思います。で、まあ私の場合こういろんな作品をこう出してですね、こうまあ実験的にこういろいろ試してて、で、まあその中でもですね、こうあまりこう時間をかけずにこう2、3日ぐらいで作ってですね、こう出したってこう作品とかもあったりしてですね。まあ、金額をですね、こう低く設定したらとですね、こう、自然とこう収益もですね、こう、低くなってしまうみたいな部分もあると思うんですね。だから、どっちがいいのかって、こう、それも一概には言えないですよ。こう、ボリュームをこう、非常に高く、ボリュームを多くしてですね、まあ、金額も多くして、一件あたり売れると、大きな収益が入ってくるみたいな、まあ、そういうやり方ももちろんあると思いますし、こう、薄利多売的にですね、作品の、100円の作品をですね、こう、バーッと、何十件みたいな形でですね、こう、売ってらっしゃる方もいらっしゃいますしですね、それぞれの、売り方がこう、あるかなというふうに思います。で、まあ、ファンザさんなんですけどですね、今月分かったことがですね、こう、やはり、これもですね、こう、まあ、結構、DL 同人系のですね、こう、YouTube チャンネルされている方、様々な方がですね、こう、おっしゃってることなんですけれども、DL サイトさんと、こう、ファンズさんっていう、こう、まあ、大きなですね、DL 同人、ダウンロード同人をですね、こう、扱われているサイトさんありますけれどもですね、ファンズさんの方が、こう、ちょっと、より、こう、厳しめと言いますかですね、モザイクに関して、こう、ちょっとこう、厳しい部分があると思います。で、それはですね、こう、DL サイトさんという、こう、どちらかというと、こう、いわゆる、こう、二次元と言いますかですね、イラストとかアニメーションとかですね、こう、手でこう、絵を描いたもの、系のものが多いと思いますね。多いというか、まあ、それが主流ですよね。現在まで。まあ、音声作品だったりとか。それに対してですね、こうファンズさんというのはもともと、実写の、実際の実物のですね、こう人物ですね、いわゆるこうセクシー女優さんがこう出られているようなですね、実際のですね、人間の方がですね、こう演じられているようなこう作品をですね、実写の作品を、多くもともと扱われているサイトさんかなというふうに思います。なのでですね、こう、モザイクにちょっと、厳しくせざるを得なかった状況があるのかなというふうに思います。例えばですね、これが、まあ、二次元のですね、まあ、イラストの作品でしたらですね、まあ、どういう作り方があるかというと、例えば、まあ、なんですか、ちょっと、まあ、大人な感じのですね、こう、キノコだったりとか、こう、植物だったりとか、こう、ちょっと別のものにこう、置き換えてですね、それっぽく描けるみたいな部分があると思うんですけど、こう、実写の場合だとですね、こう、やはり、実際の実物のですね、
女性とか男性がですね、登場するわけですよね。そうした時にやはりこうその大事な部分にですね、こうモザイクをかけていないと、まあ、いわゆるこう刑法の175条の猥褻物発布罪というですね、ものがありまして、こう身なりでですね、こう好奇心を煽る、作品においてですね、そういうこう大切な部分がこう見えてしまうとですね、こうやはりこう刑法にかかってしまうわけですね。でなのでそうした部分をですね、避けるためにですね、まあ、モザイクをこうかけてですね、まあ、その刑法にですね、こうかからないようにしなければならないっていう、まあ、そういう部分ですね、こうとちょっと過去にシビアにならなければならなかった部分が大きいのかなと思いますね。やはりそこはですね、こう実写版とですね、絵のですね、こうちょっと、違いかなというふうに、思います。違うというか、まあ、大きな部分かなというふうに。で、まあ、モザイクが厳しめなファンズさんということなんですけれども、ね、こう私、こう、アニメーション作品をこう出した時にですね、まあ、ファンズさんの方がですね、こう、ちょっと、こう、何回かですね、こう、修正が来ましたですね。で、まあ、ファンズさんのですね、作品を登録するときにですね、こう、チェックボックスを入れるところがありますけれどもですね、どういうチェックボックスかというとですね、こう、修正を、ファンズさんにお任せしていいか、それとも自分で修正したいかっていう、その二択のですね、こう、どちらかにこう、チェックをするところがあると思うんですけれども、まあ、ここもですね、ちょっとこう、人によって、クリエイターさんによって違うと思うんですね。もう誰が何でも自分で修正したいって、こう、どういうふうにこう、ちょっと修正されてしまうかわからないので、自分なりのこう、修正をしたいっていう、方はですね、こう、修正をお任せしないで私が修正しますって、修正部分があれば、ファンズさんから、作品を一度返していただきたいですっていう、こういうチェックをする場合もあればですね、私の場合はもう、サイトさんの、ファンズさんの、規定に沿うような形で、修正をお任せしたいですっていう形ですね。修正をお任せしますっていう形の方にですね、こうチェックをする方と、両方、いらっしゃると思うんですけれども、私もですね、そのアニメーションをですね、こう、申請登録した時にですね、修正をお任せしますっていう方にチェックしたんです。ただですね、ファンズさんの方でもちょっと修正は難しいっていうことですね、こう、私のところにこう、戻ってきたっていう経緯がございました。まあ、CG 集で、まあ、数枚とかでしたらですね、例えば、まあ、簡単にパパッとですね、こう、該当箇所だけで、こう、モザイクをかけていくっていうことなんですね、こう、ファンズさんの方で、できやすいかなというふうに思うんですけれども、アニメーション作品になりまして、で、まあ、その、隠したいものにだけ、モザイクをかけて、その、隠したものの後ろにある絵はですね、そのまま、浮き上がらせるみたいなですね、そんなようなこう作り方を、しておりました。で、まあ、ちょっとですね、こう例にとりますけれども、例えば、まあ、これ、体温計とコップなんですけれども、例えば、このコップはですね、こう見せたいものだとします。まあ、見せたいものというか、こうモザイクを、かけなくてもいいものだとしますね。それに対して、まあ、太陽系をですね、モザイクをかけたいものだとします。で、その時に、まあ、この太陽系だけにこう、モザイクをかけて、かけた絵を置いて、で、その後ろですね、こう、コップはですね、そのまま、モザイクをかけないっていうですね、で、後ろの方がですね、こう、モザイクからちょっと透けて見えるみたいな、まあ、ちょっとそんなような作り方をこうしてみた部分がございまして、まあ、そういう部分もあってですね、ちょっとこう、ファンズさんの方では修正は難しいかなという、こう、ご判断されたのかなというふうに、思います。はじめ、なんかそのような作り方をしていたので。で、あとはですね、ちょっと、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、こう、CG 集みたいな、だもので、こう、数枚の、作品であればですね、こう、パパッとこう、該当箇所だけ、モザイクをかければいいかなというふうに思うんですけれども、アニメーションの動画作品になりましてですね、こう、まあ、また、こう、場面によってもちょっと違ったりとかですね、モザイクをかけたいものがですね、こう、ちょっと動いたりとかです、そういう部分もあると思うんですね。そうした部分にですね、こう、手を加えることはこう難しいかなというふうに思うのと、まあ時間かかるかなというふうにご判断されたのかなというふうに思います、ね。まあクラウドワークスさんとかですね、ランサーズさんみたいな、アウトソーシングのですね、サイトがありますけれどもですね、そうしたサイトさんでですね、
映像に、動画にモザイクをかけるっていうだけのですね、作業があるぐらいですね、ちょっとこう映像作にモザイクをかけてこう時間かかる、作業でもあると思うんですね。まあ労力と時間とかかるようなですね、そのような、作業にもなると思います。そういう、まあ映像作品ですね。こう1時間とか2時間あるような長いものですね。それで、まあ、モザイクをかけたいものを、も、まあ、その動きがあるというか、映像の中で動き回ってしまう。で、そこの、モザイクをかけたいものだけピンポイントでモザイクをかけたいっていう時にですね、そこに対して、こう、すごくこう、時間とか、こう、労力とか、こう、かかるわけですね。で、まあ、それなりのですね、報酬も、あるようなですね、それでの案件があるわけでございます。まあ、それぐらいこう人作業になってしまうわけですよ。大きなタスクといいますかですね、そうなってしまうんですよ。こうちょっと、難しいとご判断を、ファンさんの方でもされたのかなというふうに思います。例えば、修正していただいても大丈夫ですよって方にチェックが してあっても、クリエイターの方にですね、作品が戻ってくることがあるんだなというふうに思いました。また、ファンザさんのですね、そのモザイクに対するこう厳しさとかシビアさというか、捉えていらっしゃるという、まあ姿勢なんかもですね、買えば見ることができたかなというふうに思います。ということで、今月はですね、2020年9月ですね、ファンザさんの収益結果でございました。こちらの動画は以上です。収益結果言いましたかね。466円でした。また、あと9月25日で、今、あと25日だったから、あと5日間ぐらいありますけれどもですね。まだもうちょっと伸びるかもしれませんけれども、だいたい500円ぐらいでしたということでございました。作品数としては11作品売れました。この動画は以上です。失礼します。